広島リアのもっと海パラダイス始まりました。初上陸長崎県、なんか私の番組にやっぱなっちゃいましたわ。もう時間過ぎてます。もやっぱ遅刻ですよ。え、ひどい、マリアちゃんが遅刻よ。マリアちゃんが遅刻よ。どうした、ミッションマイヤーの方、はい、2人で自由に立ち回り、5時間以内に出玉1万5000発以上。七瀬さん、七瀬さん、七瀬より、七瀬より出します。おー、言った。じゃあこちらの盾、いっちゃいます。並びで打ちます。じゃあ七瀬負けねえぞ。やったー。ということで3回連続大当たり、イエーイ。3333、あ、紹介物、プレミア、プレミアムじゃん。七瀬やっつけてやるぞっていうビッグファイブ、ビッグファイブ、ビッグファイブ、いくよ。振らしながら、振らしながらやって。その必要なの、ちょっと1万5000発発生すれば、発生すれば、これ後発行だって言われた。あ、私もマリアのスケジュールが合えば、ちょっと後発一緒にできるって。大移動する。あ、大移動しますか。沖縄、あったかいお気持ちになりましょう。沖縄で行きます。瞬間当たるって言ったね、あの子。さあ、大事よ。なんとかこのブラックパールゾーンで当てたい。ここの20回転のブラックパールゾーンでリーチになれば大チャンス、大チャンスよ。マンボウ、いや、とりあえず T2 で1回は当てたい。あまたしても、またしても ST2 には当てれず。いやー、サクッと終わっちゃいそうだな。ラスト、あら、まあ受けちゃいましたわ。どうしよう、めっちゃクロちゃん期待してたら。めっちゃ連想期待してた、どうしよう。いや、やっぱあの子ね、持ってると思うから。何回連続当たってくれてんのかな。けど一緒に 初 ST 見たかったな、初 ST で当たるところ。あ、メガ炎、けどピンクじゃない方が来た。変化、驚き、驚き。メガ炎だったからね。あ、これノーマルってことは、当たった、当たりました、ノーマル。これだからラッキーなんだね。けどまだ分かんないよね、最後まで。早い早い、49回転、早いよ、早い早い。やっぱ愛の力すごいね。愛感じますね、愛が。チャンス、サムは出てこない。100回転時短があるからね。これで時短強いクロちゃん、ここで引けないわけがない。ほうほうほう、どうだ、タッチ、やばい、来た、やばい、来た、やばい、来た。頼むね、頼むね、お願い、お願い。ストップ、ストップ、ストップ、よし、変わらんかな。いや、よかった、よかった、よかった、とりあえずよかった。180ね、書いて
さあ7ラウンドが終了。いやー引き戻そう、いける、100回転もあるんだからね、いけるよ、引き戻せる。もう一丁、もう一丁来た、3回からの魚群ですか、からの魚群ですか、あー違うけども、違うけども、止まる、お願い、あー行き過ぎ、行き過ぎよ、飛ばしすぎよ、え単発ダメだ、単発ダメだって、嘘でしょ、嘘でしょ、あ終わった、嘘でしょ、待ってよ、ちょっと待ってってことだけど、俺ダメだったけどマリアちゃん来てないってことはずっと当たってんじゃない、わあまた足引っ張ってんじゃん、さあ2枚目、まあけど本当にずっとこっち側の方に見に来ないってことはやっぱずっと当たってんのかな、ってことはってことはやっぱ縁がいいこと、自分を解放することを大事にしてるはずだから、やっぱ奈々哲塚の悪口めっちゃ言ってんだろうね、言って解放させて7で大当たりたくさんしてんのかな、あとまたねブルブルチャンス来た時にはやっぱねおっぱいブルブルって当ててんだろうね多分ね、おっとっと来たブルブルチャンスこれは行くんじゃない、行くよ、これはクロちゃんがいないからやらなくてもいいか、いけ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 、待ってお願いお願いお願い、2回目だよ、いけるよね、これか、やっぱやらんかったからかな、やっぱやらんかったからか、これやらんかったからか、うっそーマジか、やっぱ自分を解放してないから当たれませんでした、あープッシュ終わってまいました、さあ見慣れた通常時に戻ってきちゃったよ、やりました、やりました、これはやった、さあこれで7ラウンド終了、さあ ST2 に当てるよ、当たるってとこを見せなきゃ、頑張って出さないと、いやけどねやっぱねこうやってね俺がねミドルの方打ってるし、俺が1万発出そうと思ってるからさ、まあけどね七瀬に勝つってあんだけ言ってんだからやっぱ5000発以上出さないといけないよね、マリアは、まあけど5000発みたいなもんじゃすまないかな、やる気みんな出ちゃうだもんね、なんかね今日で私変わるみたいなこと言ってたから、
今だってずっと当たってんでしょ。だっていやちょっと逆に見に行くの怖いわ。やばいな、なんか助けられて、まあけどそういうのも悪くないのかな。いやけど頑張る、やっぱ1万は俺出すから、5000は出してもらおう。5000はもう出せるのかな。そうか、もうだってずっとってことは多分もう1万超えてる可能性あるもんね。もうしつこいんだよ、そのくだりです。はい、しつこい、しつこい、見えてるし、こっから見えてるし。いや言っちゃダメだから、それ知らないことで言ってんだから。ここから見えてるし。そんなやったら俺耳で聞いてるもん、あいつの声。お互いだから聞いた上でやり合ってるだけだよ、本当に。ブルブルチャレンジもさっきやってなかったって聞こえてたからさ、行くのまでめんどくさいからさ、言ってただけじゃん、こっちで。あっち見せなくていいから、うちのマリアの方映さなくていいから、本当に。やけくそ。多分まだ言ってんだろうな、やっぱあれから出すためにやっぱりね、七瀬の悪口言ってんだろうな、やっぱ。まだ言うの。いや言ってるっしょ、さすがに。じゃないとあんなに当たってるわけないっしょ、いっぱい。ブラックパールゾーンでの当たりを見せれるときは来るのかな。もう終わってしまいますが、その前に ST 中に当てないとね。ここはもう抜けちゃいそうだからな。マンボウ。うおー、ちょっとお願い。あー、ブラックパールゾーン抜けました。さあー、もうやー、もうさえ、ここ、お願い、ここ、ギョグ。お花、もうダメだ。いや、ダメじゃない。止まれ、お願い、ダメー。がっくし。あー、ズタンに入りました。本当に持ってないというか、もう引き弱い。本当に引きが弱い。ラスト。あー、2連続単発で終わっちゃいました。持ち玉がちょうど千玉です。いや、もうしずちゃんのことに関してはちょっと言わされてたからで、うん、いや、もうみんな気づいてくれてると思うけど、もう言わされてた。これはここはもうクロちゃんいないから訂正しとこう。でもこれが使われなかったら一生誰にも伝わらない。いやだー、本当に大好きな先輩なのに。俺ちょっと身内感ちょっとあるからやばいんだけどね、本当言うと。だから LINE なんか交換するからやるんですよ。だって交換してほしいって言ってくんだもん、あいつらが。いやほんと、あ、当たった。またアンコウだったよ、6だ。分かる、ここから離れるかもしれないからね。よかった。いや、けど確率いってないからね。268回よかった、なんとか。いや言っときますけど、あいつらが LINE 聞きたいみたいな感じだったから俺教えただけですからね。だって俺あんな下っ端に教えたくなかったっつもん。下っ端に本当に末端でしょ、あいつら。末端同士がやってることに俺興味ないんですよ、ぶっちゃけ。さあラストどうだ。時短だ。1回目、2回目、3回目来い。お下がり来た。チャンス白でしょ、白で。あ、来たよ。4人目、頼むよ。魚群頼む。OK。 合わなの。な
嘘じゃないよ。ねえ、それこそマリアちゃん、そうだ忘れてた、足綺麗だからさ、足の分ね、ミニスカートとか履いてて綺麗だからさ、褒めるの忘れてた、後で褒めよう、いいところ褒めよう、カメラでも撮ってあげよう。今日泊まりたいの、マリアと一緒に泊まりたいの、二人とも泊まりたいって言ってるから。戻った戻った、もう立ち回って、本当にオーマイゴッド、オーマイゴッド、本当に200回転を超えてしまい、ここ上皿を飲まれたら持ち玉消失。これは移動かな、ちょっと危険、危険というか1万5000発は難しいな。これはとりあえず飲まれちゃいました。で200回転も過ぎてるんで移動しようかなと思います。トロちゃん、どう？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 いやいや、どうって。ダメ？ダメそうだな。いや、当たったりしてんだけどさ、いや、マリアちゃんだってめちゃくちゃ当たったでしょ？え、当たったよ。今当たったよ。どんぐらいあるの？どんぐらい？出玉？うん。出玉ついさっき飲まれました。え？え？嘘でしょ、本当に。いや、めっちゃ連続当たってるでしょ。そう、当たったんだけど、たった今飲まれたんですよ、急速に。ブルブルチャンスとかは？ブルブルチャンス1回来た。あ、当たった、ブルブルしちゃった、ブルブル、ブルブルサボったら外れました、ごめんなさい。何やってんだよな、そういうところだ、そういうところ、そういうところ、そ、いや、思った思った、外れたから、あ、クロちゃんが見てないからいいやと思ったら違うからね。やっぱダメでした、ごめんなさい。俺が喜ぶから やれって言ってるわけじゃなくて、当たるから、本当に当たるからやれって言ってるだけだからね。分かった、じゃあこれでブルブルします、隣で。いいよいいだったらいいよいいの、いや、でもちょっと、もうなくな、ないの今、ない、お金、現金投資です。頼むよ、負けちゃいけないからさ、だって静かに勝つぞって言ったんだからさ、勝てないとマジで。そうだそうだった、もうこのままじゃ無理です。いや、このままじゃ太刀打ちできない。諦めたらそこで試合終了、試合終了。なんか違う番組、はい、番組、違う番組、違う。いやいや、ここで2人がガッツンって出せばいいからさ。そう、ライト見たらじゃちょっともう追いつかないと思って。そう、いいんじゃない、やっぱさ、ここに来たらさ、やっぱ大博打ぶっこきましょうよ。そうですね、ここで2人でガツンと出すしかない。あ、ボーナス、あら、先発獲得チャレンジ、おー、あ、ボーナス、ボーナス、ボーナス欲しいし、いやいや、グヘヘみたいになってるけど悪い顔してますね。これまた部長が書いたでしょ、どうせ。これ前やったやつですね。そうそう、ほうほうほう、どれか一つ選ぶだし、選ぶだし、そうだね。どれいけますか。マシュマロキャッチ、ピンポン玉リレー、ドキドキふわふわバルーン、うん、さあこの3種類、うん、まあだから本当にやっぱ先発大事だから、先発でゲットできそうなやつがいいです。ああすごい、そんなうちら映らなくなるじゃん、主張が、うちら映らなくなるからマシュマロキャッチは投げてのキャッチですよね、多分口へキャッチ、うん、ピンポン玉リレーっていうのはピンポン玉を口の中入れて口に渡すやつ、もうこうやってそんなのここに組み込まれてたらおかしいですよ。ピンポン玉リレー楽じゃない、だって落とさないじゃん、だって、いや絶対落とさないからいけるけど、マシュマロキャッチよりはいけますけど、うん、いけますけど、おかしい、おかしい、いけますけど、いけますけどね。マリアちゃんのね、あのいいところでもあり悪いところは、一回あの乗っかっちゃうから、俺もいけるのかなと思って言っちゃうの。ごめんごめんごめん。マシュマロキャッチはあれですか、やっぱキャッチしやすいように、まあ投げてもらって口に入れるっていうのはそういうことですよね。じゃあマシュマロいけますか、いっちゃう、うん、はい、あ、私が投げればいいですね。何個何個食べる。
めちゃくちゃいい匂いがする。美味しそう。これどの距離で？この距離で。この距離。いけますね。1袋？いや食えるわけないじゃんこれ。せーの。いや下手だね。でかい。ああダメ。これでかいって。わざとやってる？ダメダメ。もう口の中。そらもう距離が距離関係ないから入れないから。もう一回。マシュマロじゃない、マシュマロじゃない、マシュマロじゃない、びっくりしたびっくりした。いやこれもうなんであれ選んだんですか。何お水どうぞ。全然入ってない、全然入ってない。もうこっちで先発出しましょ。なんであれ選んだんだろう、フロちゃん。マリアが下手なんじゃん。なんで下手じゃないですよね。いや、あのネットネット吹くのやめてください。こっちです。 ありがとうございます。また何してんのちょっと。いやいや量量量。いやそんなバイクじゃないし、量がすごい。いやいや、あーでそんな、いやいやめっちゃに、いやビタビタじゃん、ビタビタこぼれてるんだよ。ちょっとちょっとちょっとほらここら辺とか、ここら辺とかほらほらここら辺とかなってるよ。ちょっと大丈夫、大丈夫、いやビサビサ、うん、大丈夫です。ほんとここら辺とかなってるよ。大丈夫、もう消毒しました。心配なんだけど。大丈夫、消毒。太ももいった、太ももいった。ここら大丈夫、ここら大丈夫、ここら大丈夫、大丈夫、ここら辺。こら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 、濡れてるよ。濡れてる、自分濡れてるよ。濡れてるね、濡れてたね今。ここがね、膝がね、太ももがね、濡れてた。濡れてるね。太ももがね。え、濡れてた、濡れてない、濡れてたよ。濡れてたんだ。太ももの話、太ももの話です。やはり太ももが濡れたんだね。太ももが濡れてたね。が濡れてた。大丈夫ここ、太もも大丈夫。もう乾いた、もう乾いた、もう乾いた。すごい怒ってる。怒ってない、怒ってない。すごい怒る。だから早く出さないといけないから、早く出さないと。静かな文句言ってる時と同じ感じの顔した。言ってないから、しずちゃんの文句言ってないです。もう頑張って出すの出さなきゃいけない。まあまあ、濡れたら教えて、またなんか濡れたら報告しますわ、うん、頼むね。はい、言っとくよ、これ当てるまで終わりませんからね。早く当てよ、もう当てよ、当てよ、当てよ。あー、すごいんだから、まずすごいんだから。入ったじゃん、入ったじゃん。いや、待って、なぜ本人が気づいてない。ちょっと俺は見てなかったけどさ。頼む、止まれ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 、